どうも、哲学徒です。ハイルーンを含んだ超級ルーンワード解説シリーズ。今回は劇場フューリーというルーンワードをご紹介したいと思います。このルーンワードなんですけども、3ソケット武器でね、発動できるんですけど、今回はね、ワールウィンドアサシンの、もう片方のね、爪の方で発動させたいんで、ルーニックタロンの方で、発動しようと思います。必要になるルーンが、ジャールーンが一つ、ガルルーンが一つ、エスルーンが一つになります。じゃあ早速発動させていきたいと思います。まず、ジャールーンですね。で、次に、ガルルーンですね。で、最後にエスルーンが一つと。はい、劇場が発動している状態ですね。で、こちらね、攻撃速度がなんとプラス40ついて、ダメージ強度が209と。で、そしてターゲットの防御力を、無視っていうのがついているので、まあ、雑魚的への攻撃がね、入りやすくなると。で、ターゲットの防御力マイナス 25%、命中率へのボナス、プラス20と。で、攻撃命中でライフ吸収が 6% ついていて、デッドリーストライクがね、33%。あと、出血状態不要 66% ついてるんで、まあ、ここら辺も結構強いかなと思います。まあ、PVP、プレイヤー VS プレイヤーなんかで、使う武器としても結構いいんじゃないかなと思います。で、モンスターの回復を阻止と。で、あとね、フレンジスキルプラス5がついてるんで、まあ、フレババ用のね、片手武器として、まあ、作っておいて、つけるっていうのもいいかなと思います。じゃあ、そうですね。前回発動させた、こちらのね、混沌、カオスと合わせて、じゃあちょっと早速ね、回ってみようかなと思います。さあ。まず、そうですね、ドラゴンフライトでちょっと攻撃してみましょうかね。で、ワールウィンドの方を、あ、ちょっと待って、フェイドがかかってないね。はい、これでいいかな。あ、でも結構、そうですね、ダメージ量かなり上がってくる感じですね。結構カオスの相方としては優秀かもしれない。あとまあフレババとかをやられてる方はね、フレババのまあもう片方、まあ両手に剣持たせるとして、まあ、片手剣とかで発動させるっていうのもあるかなっていう感じですかね。あまり敵が、ええ感じですね。結構でも、いい感じかもしれないですね。まあ、どうしてもクローなんでレンジが低くなりがちなんで、まあ普通のね、こうストーリー攻略とかするときはとか、あとまあ周回にはあまり向いてないかなとは思うんですけど、まあ1対1のね、まあ PVP とかだったら結構ね、使い勝手あるかなって感じですね。はい、今回はね、劇場フューリーをご紹介したんですけども、またね、このチャンネルでは、ルーンワード解説とか、あとね、ディアボロ2リザレクテッド攻略にね、役立つ情報を配信してますので、ぜひね、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。哲学徒でした。